パパジーンズタイニーハウスプロジェクトステアケースメイキングスターティング、その後いろいろ考えました。このファニチャーを使って上がるようなことをせずに、やっぱり階段は階段で、作ろうと思います。で、もうこういうものは使おうという根性が良くないなと。これはもうこっちに置いたら使えるし、家は家、ファニチャーはファニチャーというふうに考えたいと思います。それではまずもう一段ここに、階段を作っていきます。手袋をしました。この折りたたみの椅子とテーブル、ちっちゃいのが、まあ、これもアンティークというか半アンティークが天の橋立てにありましたので、これもなんか利用できたかなと思います。ちょっとこのソファーとこれを入れ替えてみようかな。こんな風に、やってみました。こっちにソファーが来て、ここに机を置きます。でこっちはキッチンで、ここがバスルーム、こんな感じ。まあ十分まだスペースもあるしみたいな。ここへもうちょっと前ごと階段を作りたいと思います。これもちょっともうちょっとかわいい、布に貼り替えたいと思います。小村町にお昼が来ましたので、お昼ご飯にしたいと思います。今日はおにぎりとサンドイッチを作ってきました。じゃこ天とじゃこ天のサンドイッチ、ここにこれはじゃこ天とキャベツを炒めてきました。タイ風の味付けでピリ辛のキャベツです。こんな感じで、ちょっと見栄えは悪いけど美味しいと思う。さっきからこれは冷凍のやつをこのお日さんで、解凍してました。もうちょっと加熱します。ここでこれ入れて温め、はい、このサンドイッチなんですけども、チーズも入れてます。じゃこ天とチーズとキャベツのタイ風に炒めたもので、あとはマヨネーズです。まあ自分で作ったから、まあ、自分好みにね作る盛りに美味しいよ。これよりこっちの方が美味しい。こっちの方が噛んでて唾がよう出てくるわ。ただいまの時刻は4時15分です。階段ができました。ここにこう机がを作りました。で1段2段3段4段5段、これを1段と数えたけど、ほんまこれは2段目です。ここからこう上がって、こう上がって、上がってみます。よいしょ。あって、よいしょ、よいしょ、よいしょと。
でこう上がっていくと、ね、頭がぶつからないと。頭がぶつかりません。降りるときはまあこう気をつけるから。でもまあここまでジップロック、ジップロックしたら頭ぶつかるな。でまあこういう状態です。上から見たらそう危ないから、今のうちに、手すりを作っていきたいと思います。手すり、どんな風に作ろうかな。ここでまずこのギャップを埋めます。これをここから向こうまで測って、あ、180かな。待ってね。はい、手すりができました。あ、これはテンポラリーの手すりです。こう落ちたら危ないから作りました。これで一応ぼーっとしててもこの下に落ちることはありません。今日も暑い日でした。雨は全く降りませんでした。でこう階段を降りていきます。一応階段が完成しました。でここもこういう感じでオーガナイズしてます。で結局ここの階段は椅子から上がることにします。でこの椅子をこう収めて、降りてきた時はこの椅子をちょっと出したらいけるし、まあ、ここにも椅子があるし、同じ高さの椅子です。2個入るのか、ギリギリ入れへんな。まあまあ強い階段ができました。はい、 Thank you for watching. See you tomorrow.